はい、皆さんこんにちは、ジナです。やっほー、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。今日はまた違うスタジオにいます。はい、自分のお家の中に何番目だろう、これわかんないんだけど、まあ3か4ぐらい、知らん。とりあえず今日はここで撮影したいと思います。 で、今日は何見るかってね、皆様の、まあおすすめ、コメント欄に結構、コメントしてくれてありがとうございます。その中、けんなお子さんが、まあ、もちろん本業は歌手だって、ジナも、まあ、皆さんに教えてもらったんだけど、実はね、けんなお子さんの歌聞いたことないんだよ。なので今回は一緒に聞いていきたいと思います。そう、今日は見つけたのは「カモメはカモメ」っていう歌、なんか綺麗だなと思ってさ、なんかこれ「けんねん」。はい、とりあえず一緒に見ていきたいと思います。はい、どうなるかわかんないんだけど、とにかくワクワクだね。オッケー。では皆さん、準備オッケー？よし、リナ、心の準備できてないんだけど、聞きましょところで、ナオコちゃんなんですけれども、ナオコちゃんの今日、実はね、綺麗。アンルイスのファッションも、すごいんだけれども、もう後ろでもってね、若い男性がキャーキャー言ってるんですよ。見てくだ後さい。ろに秘密があったんですか？あ、あ後ろれ、に秘密どうしたが。んだろう。なんやてこっちですね。綺麗なドレス。いや、吉村さん、これだけで驚いていけませんよ。実はね、下着っていうものがあるでしょ。下着をね、まとってないんですよ。いや、昔のね、例えば着物着るときにね、腰巻きを履いて下着を履かないってことがありましたけど、こうやって洋装でね、でもね、これはね、こういう洋服っていうのは本当にね、直子ちゃんぐらいじゃなかったら嫌味になるんですよ、着たらば。そうでしょうね。だけどやっぱりね、直子ちゃんっていうのは全体に小さいから、全体に小さいにゃ。だけどね、さすがに何にも、すごい！おかしいんじゃないですか？まあ、だって今評判の歌をない歌っもんていただね。きたいと思います。素敵な歌よね、でもありがね。とうございはい、ます。頑張ってまいりましカょモメはカモメ。どうぞ。綺麗、素敵なドレスだと思う、ジーナは。一つ私では合わない。
素直な女には最後までなれない。この海をなくしてすごいね。うわ、いやほんまにあのけなおこさん聞くのほんまに初めてなんだけど、すごない？本当になんか天使みたいな感じだったもん。あのもちろん、まあ、ワンピースもそうだけど綺麗すぎてやばくない？あと声がどこ、すごかった。だって今、まあ、ジナはね、今してるけなおこさんはそのコント上でのけなおこさんしか知らなかったから、あのなんだろうね、そういう、まあ、笑い系ふざけてる系っていうかだよね。だからこれ初めて聞くとえってなるよ、同人物ってなるよ。なる。皆さんおすすめありがとうございました。あのなんか言葉を失った、なんか何言えばいいか分かんない。すごすぎる、あの声が綺麗すぎる。いやなんかね、あの日本の歌手ってあの独特な声持ってる方結構多いじゃない？あのあれなんていうか分かんないんだけど、あの昔の歌とかって結構なんかトーンが高いでしょ。そうでもけなおこさんの声は優しい、なんかすごい綺麗、めちゃくちゃ綺麗に入ってくる。いや嬉しい、皆さんおすすめしてくれてありがとうございます。本当にこれ初めてで何言えばいいかもとりあえずまだ分かんないんだけど、すごかったってしか言いようがない。そう、あと素敵なドレスだね、ジーナ大好き、それめちゃくちゃ綺麗だった。さすがけなおこさんね。ね、皆さんありがとうございます。あとあのけなおこさんの歌 の, あの、まあ、名前というかタイトル、またまた教えてください。自分自身で聞いていきます。そう、すごい、なんかカモメっていいね、いいね、よかった。本当に皆さんありがとうございました。ではまた次の動画でお待ちしております。またおすすめあったらぜひぜひ遠慮なく書いてってください。見ていきますね。皆さんありがとうございました。素敵な歌教えてくれてありがとうございます。皆さんバイバイ。